こんにちは。赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会の富田めぐみと申します。いろいろな美術館で赤ちゃん、子ども、大人の人たちと一緒に作品を見てお話しする鑑賞会やお絵かき工作のワークショップを行っています。マット中川和正記念美術館さんとは2017年から毎年0歳からの家族鑑賞会ミュージアムスタートをご一緒しています。こちらの美術館は小さいお子さんとご家族が見て回るのに疲れないちょうど良いボリューム感ですし、ぐるーっと一回りできる建築構成が子どもたちの心をくすぐります。そして職員さんのお心遣いいっぱいでリラックスしてお過ごしいただける美術館です。幼児さんたちはもちろん、言葉を話す前の赤ちゃんたちも和正の色、筆使いにじっと見入るんですよ。見る作品、見ない作品をはっきり示します。そして何といっても中川和正のパワーがすごいです。そのパワーは子供とちょっと似ているような感じもしますし、もちろん子供にはない芸術家としての飽くなき研究と挑戦、気概と情熱がもうほとばしってます。97歳、とっても長生きでした。さて、鑑賞会では毎回記録を取っていまして、毎年開催するうちに小さいお子さんが興味を持つ作品というものが浮かび上がってきました。その中から今日は4つの作品をご紹介します。子どもたちの興味とともに和正の新しい魅力を見つけてくださいね。はい、展示室に入りますと、バーッと入り口でお出迎えしてくれる作品があります。駒ヶ岳という和正82歳の時の作品です。特に赤ちゃんたちがすごくよく見ます。この存在感に何か感じている様子なんですよ。ではここでご家族からのコメントを読みますね。0歳4ヶ月さん、じっと長い間見ていた。同じく0歳4ヶ月さん、体全体で笑って喜んだ。小さいのにここまで体で喜んだり興味があるものとないもので全く違う反応だったことに驚いた。0歳5ヶ月さん、まじまじとよく見ていた。絵全体を見ようと体を動かしていた。お話はまだまだできないですけれど、感じていることを大人に伝えている、そんな赤ちゃんたちの姿にご家族も私たちももうみんなでキュンキュンしちゃうんです。これはもう毎回子どもたちに大人気です。2、3歳の子たちはお魚って言って集まってきますし、1歳1ヶ月の子もママなんて言ってましたよ。幼児さんの中には家族でお魚を食べたことを思い出してそれをお話ししてくれたり、お魚の種類をあげてくれる子もいます。そしてこれ近くで見ると絵の具がキラキラしてます。赤と緑の対比的な色合いも印象的ですね。絵の周りの模様は和正手作りのハンコを繰り返し押して模様にしたものです。おしゃれですよね。少女像という作品です。大人はついタイトルを見て分かった気になりがちですが、子どもたちはタイトルより先に絵を見るんですね。だから面白い意見が出ます。4歳の子が展示室に入るとすぐに指差ししてゲラゲラ笑っていました。訳を聞くと顔が面白いと。確かにひょっとこみたいですよね。あと、これはおばあちゃんと言っていた3歳の子もいて、お母さんがびっくりしましたっておっしゃってました。感じ方は様々なんだなとしみじみ思いましたとのことです。このユーモラスなような老成したような少女、
和正の孫で後に女優となった中川アンナさんがモデルとなっています。おじいちゃんが孫を描いたんですね。和正がより身近に感じます。和正はバラの花を好んで描きました。これを見て1歳3ヶ月のお子さんが回るものに見えたようでくるくると言っていました。1歳ですとまだバラを知らないので大人とは異なるその子の経験に基づく見方をするんです。3歳を過ぎた頃になると理由を述べ始めます。この作品が好きなのは色が綺麗だからと言っていた子もいましたよ。繰り返し鑑賞会に来てくださる方もいます。6歳のお子さんのご家族のメッセージを読みますね。1年前も参加、相変わらずお花が好きで同じような作品ばかり選んでいました。でも1年前はもじもじして言えなかったことが可愛いからなど一言でも言えるようになっていて落ち着いて鑑賞している姿を見て感心しました。毎年鑑賞すると定点観測のようにお子さんの変化成長がとってもよく見えてくるのでおすすめです。美術館がご家族の歴史につながったら私たちも嬉しいです。いかがでしたか？子どもたちの見方を知ると改めて作品をよく見てみよう、感じてみようという気持ちになりませんか？素通りしていたことに気づかせてくれます。大人と子どもが交流するのはほんわり楽しいながらも心の豊かさをもたらしてくれるような気がします。画面で見ると大きさや質感、光の具合などが実物とは異なりますので、ぜひ美術館で本物の作品の迫力をご経験ください。私はいつも和正作品を見るとまた明日も頑張れそうと思えるんです。健康で笑顔が溢れる元気都市白山を掲げる白山市にぴったりの美術館です。時々立ち寄ってみてくださいね。